カショは、江戸時代に、長崎の町人に、毎年配布された、給付金。本校では同一の趣旨で配布されたカマド銀についても、合わせて解説する。この制度は、聖徳5年の開発後し新例で定められたもので、海外貿易の利益の一部を、家持町人には箇所銀、カショギン、屋人に、カマド銀という名目で、年2回、7月と12月に、 長崎会所を通して配布した。箇所銀の箇所とは、間口姉入り15件の約60坪を箇所といい、一箇所あたり何問目と厳密に計算された。銀は、表量貨幣なため、割り渡しで渡された。箇所銀は、大抵一か年額銀130目くらいであるとされているが、間銀として、町内の経費を差し引かれるため、 手取り額は少なかった。かまど銀は、箇所銀のように敷地に対する配分銀ではなく、住宅を基準として、借家人、または家屋のみの所有者に対しての配分であり、一個に月銀30問目、約9万円くらいとされていた。借家人であっても箇所を購入するか相続すれば、箇所持ちになることができた。また、他の箇所を購入すれば、 自分の箇所を増やすこともできたため、一人で多くの箇所を持つ者も,も現れた。箇所銀、かまど銀は、長崎町人たちの貿易利銀配分の不公平感を是正し、また貿易を支障なく行うために、いつでも活用できる労働力を確保するために作られた制度で、慶応3年7月に廃止されるまで、長崎町人の最高位である、町年寄りから、下は、 借家人にまで平等に配分された。AB、箇所銀、国史大辞典第3巻、吉川博文館、288ページ。AB、かまど銀、国史大辞典第3巻、吉川博文館、560ページ。赤瀬博史著、株式会社長崎で島講段社選書メッチへ、104ページ。 原田博次著、図説長崎歴史散歩大公開時代に開かれた、国際都市、川出処方審査19ページ。AB、箇所銀、かまど銀、原田博次著、図説長崎歴史散歩大公開時代に開かれた、国際都市、川出処方審査120から121ページ。ABCDEFG、利益の配分、箇所銀、かまど銀、 赤瀬博市著株式会社長崎出島講段社選書メッチへ、145から147ページ。文化5年の桶屋町の記録では、1箇所あたり、銀67問目が支給されたが、実際の配分は1箇所につき11問目ほどだった。文政6年以降、箇所銀は1箇所につき年に134問目、かまど銀は1かまどにつき年に35問目であった。 赤瀬広史著、株式会社長崎出島講段社選書メッチへ、145ページ。原田博史著、図説長崎歴史散歩大公開時代に開かれた、国際都市、川で処防新社、126ページ。ありがとうございます。